さあ、ステージ宇宙の10はザ・ピット。さあ、ピットというのはどういう意味かな？穴とかそういう意味。私はムーン。ムーン is you。そして、スター is fall and push。なるほど。またこれは落ちてくやつ。うん。さて、ドア is sink。ドア is sink。なんだって埋めることができる。ん？これは、だよね。スカレジディフィート、クラウドイズスタップ。ムーンはこれ以上いけない。つまり U はこれ以上いけないから。どういうこと？一度落ちた星が登ってくる。そんなことある？ムーブがないから。無理じゃない？相変わらずこのゲームなんか最初これ絶対無理でしょみたいな感じになるけど。おそらく、スター&ムーンイズ U に切り替えて、やるんでしょうね。ただ下に落っこち続けた場合はどうするかってことか。ここを通らせることが重要なんだね。スターイズフォールアンドプッシュ。まずフォールを消しましょう。でスターイズプッシュ、スターイズプッシュにした状態でこう来てこうでストーンと落ちる。待てよ。とりあえず落ちたらどうなるかチェック、スターイズフォールで、スターアンドムーンイズユー。スターイズユーでもいいのかな。いやダメか。俺はスターを使ってドアを埋めちゃうとどうやってそこまで行くんだっていう感じになっちゃうから。なるほどね。どうにか2つの個体を下に落として片方というか両方とも U にしてあそこに行かせるっていうのが重要なんだ。うん。つまりムーンイズフォールも作りたい。でムーンイズフォールを使ってストーンと落ちたところで U 権限が戻ってみたいなってことができればいいんだけど、俺はちょっと悩むな。スターを増やすということはできないよね。うん。さてと、やはりそうことは単純ではないということか。うん。さあ、Moon is you and fall and fall どうだ。落ちる落ちるね。自分自身が落ちることができる。ここで行うとどうなる。あ、落ちた。しかもディフィートされない。なるほど。ただそれはそれで困る。登れないから。ホールで落ちることはできても、動くことはできても、上に戻れないっていう。それはちょっと困る。おそらく、スターか。どっちか片方にはホールがなくて、ホールしてるやつを上に持ち上げていくみたいな感じじゃないかなみたいな。だからまあスターイズプッシュだよね。スターイズプッシュでこう運んでいきつつ、先にスターをホールして落としておくっていうのがいいかな。スターイズボール。おっと。で落としたらあそこにボールする U を落としつつっていうのがいいのか。うん。ちょうどいいタイミングで落ちて受け止めてもらえるだろうかってことなんだけど、スターイズボールはもういらない。ムーンをここでホールさせて U 権限をどちらにも持たせた状態にする。横の軸合わせが必要だけど、なおかつホールも入れたい。スターうんおっとスターイズ U。 うん、イズがこうできてるからちょっとずらすことができるかな。ただこうしちゃうと、うん、自由に動けてこうできるけどっていう、そういう問題。うん。じゃあとりあえず
Star and Moon is you and and fall じゃダメなんだよね。Star and Moon is you と Moon is fall をつけたい。これはうまくいくんだろうか。これをやっちゃうとポーンと行くわけだから、Star and Moon is you、 これで軸合わせをしてストーン。あれ嘘、まさかの受け止めてもらえない。 Star is push がないとダメか。 Star and and push、 よし、これでいけるんじゃないかな。 Star をこうしてトーンと、あーいけた、で運んでもらう。いいね。で、トーンと。よーし。OK。なんか意外と普通にクリアできましたけど。よし。じゃあ次は、重い言葉。重い言葉？その書き方。さあ、私はロケット。そして、まだね。なんか随分ルールが多いな。さあ、ベルトイズシフト、テキストイズフォール、テキストイズフロート、ウォールイズストップ、ロケットイズユー。ダストイズディフィート、ダストイズダスト、スターイズディフィート、ムーンイズウィーク、ムーン。さあどういうことか。何をウィンとするべきか。ロケットイズユーが変えられないから、ロケットが月まで行かないといけないっていう話だよね。ムーンイズウィークは、これはいらない。あーっと危ない。テキストイズフォール。あーなるほどな。テキストが落ちる。しかも振ろうとしてる。うん。落とす順考えないといけないやつ、これ。だるま落とし的に。つまり、まあ、ウィーンは最初だよね。これがなんとかイズウィーンになるはずだから。こうだね。で、Moon is win。 これを落としたいけど、いやでもこうだよね。で、あーなるほど、こうそうだね。ここに横並びに作るんだな、きっと。まずウィンは落としちゃってもいいと思います。で、こう動かして、待てよ、ダスト順番が逆だったか。最後の状態をよくよく考えないといけないやつ。こうか。で、ムーンイズウィンを作って足場を作りつつ、ダスト、ウィーク、うん、スターイズプッシュ。スターが下の方にある。これは横並びにさせてプッシュできたとして、ダストイズウィーク、ダストイズプッシュの方がいい。あ、待てちょっと待って、ムーンが変わってる。ムーンは維持しないと。ムーンイズダストになっちゃうと困るから、これは最後の状態よくよく考えて、ここにムーンイズウィンを作って、スターイズプッシュもまあ仮にだよ、こうやって作ってこういくじゃん。でシュッといけるけど、ダストに触っちゃうとロケットは破壊されてしまうから、ダストイズウィークにするか、ダストイズプッシュにしてことなきを得たいっていう感じなんだけど、ここにダストとウィークだけはあるんだよね。うん。で、イズがここに使われちゃうから、さすがに重みがあると、重みがあるというか、ホールしていくと、落下していくと十字に作ることはできないよね。その発想が間違ってるかな。でもダストが下にあるってことは、そうするしかないか。実はこっちじゃなくて左側に落とすという手もあるっちゃあるのかもしれないけど、
まあ足場作っていくんだからこう行くのかな。でもここにスターがあってここで落ちるんだからどうやったらいいのかな。うん、悩みどこだな。ダストイズウィークは作れる。ムーンイズウィーンはどうやって作る。こっちがダストイズウィークでムーンイズウィーンをどこかで作るという手でもあるけど、ここにムーンを持ってきて、うん、でもスターイズプッシュだよな。イズが一個足らんみたいな、そういうところ、イズをどうにかして利用したい。イズを持っていくのか、どっちだろう。でもなー、こうしていって、あ、そっかそっか、俺はスターイズプッシュをやっぱり使うのか。でスターイズプッシュでプッシュしたら、スターは消えてもらうと。スターか何か、うーん、でも他に使いようがないよね。うん、スターをここまで押し下げちゃったら上の方に持ち上げることもできないから俺しかないよな。ムーンを先に落とすのもおかしくはない。ただウィークを先に右側に行かせたいから、どうだろう。ウィークをこうかで、この状態でウィン落としてポンと、あー、しまった、ムーンイズダストになっちゃった。こうかこうね、でムーン落としてこうオッケー、なんかなんとかなりそうな予感にはなってきた。スターイズプッシュでスターを下げてウィークを落として、よし、でスターを用なしにしてイズを落として、あとはダストイズウィークを作って実際勝てるかどうかが問題。よし、行くぞ。勝った、よかった。なんかクリアの仕方はちょっと見えてるのに、それをなんかちゃんと解くのが難しいっていう。あ、エクストラが出てきちゃった。うん、でもこれは後でやりましょう。さあ、積みそうでなかなか積まない。さあ次は守護者と書いてガーディアンと読むのかわからないけど、さあ私は、お、なんだって、あ、 UFO が勝手に動いていて、ババイズユーアイス、うん、エンプティーイズな、なにで、 UFO はおそらくディフィートだよね。うん、つまりババイズユーエンプティーイズエンプティー、エンプティーイズエンプティー、つまりエンプティーから何かを生み出すことはできなくて、アイスはアイスから変えられない。で、エンプティーがここにあるっていうことは何かをエンプティーすることはできるみたいな感じですよね。で、UFO is empty には変えられないっぽいから、どうしたものか。UFO is open. アイス is shut. ということは、アイスを、UFO にぶつけていけばいいって感じかな。で、アイスイズプルかな。お、あ、しちゃった。うん、アイスを引っ張っていける、引っ張っていけるけど、これを使って UFO に当てられるか、当てられないよね。うん、そこがまた頭の使いどころ。さあ、どうやっていくべきか。ババイズユーが変えられないから、引っ張っていけるのはエンプティーイズプルってのはどうだ。それで何が起こるか分かんないけど、何も見えないものを引っ張っていけるようになるかも。うん、あ、動けない、
エンプティーズプルを作ると UFO も動けなくなるけど自分も動けなくなる。ということはだよ、アイスイズプルを使ってこのエンプティーイズプルがある状態でもアイスがあると動ける範囲がないか。てっきりできるかなと思ったけど、何かほらエンプティーでさ見えないけど何か周りが違う物体に囲まれてればいけそうな感じもしなくはないんだよね。アイスイズプルで、引っ張れな何もかも引っ張れない。この状態で、どうにかして、難しいな。氷を引っ張ってなんとかできないか。テキスト引っ張れるけど、エンプティー、これをどうに使うのかわからん。アイスイズプル、アイスイズプルで何をどうしたらいいんだろう。エンプティー関係の目に見えないというか感覚がつかみづらいからかなり難しいですよね。仮にアイスを引っ張っていったとしてなんだというのだみたいなところがあるし、エンプティーイズプルとテキストイズプルを同時に使って遠距離からウィンを引っ張るみたいな感じはできないかな。ただそのプルをどう解除するかっていうところもある。どうなんだろう。クリアの仕方が複数個見えるから、クリアの仕方というか道が何本か分かれてどれを選べば正解なのかわからない。そんなこと言ってないでちゃんと考えろよって話なんだけどテキストイズプルで、アイスイズプルかエンプティーイズプルを使って引っ張ってくる的なものは分からなくはない。アイスをそこに入れるっていうことはかなり困難だからないかなーみたいな感じはするけど、あ、そっか、プルが1個しかないんだから、テキストイズプルを使うわけか最後は。みたいな。エンプティーイズプルは発生しちゃうと何もかも無理になっちゃうみたいな感じかな。中に埋めると何かワンチャンあるんじゃないみたいな。ないか。どうにかしてできないかな。あ、そういうこと、わかった。この中だったら動ける、動けるけど、アイスの中は動けるの分かったけど、ここにアイス並べられるか分からない。やり方がアイスイズプル、プッシュなら分からなくはないけど、使い方、俺はプルの使い方を何か知らないことが普通にあるってことかな。押せないからな。これを道を作ったからといってなんだという話。こんなものでいいのかな。なんかちょっと中途半端な感じだけど、あ、間違えた。間違えた。これはなかなか大変。この状態になっちゃったらもう分かれちゃうな。この状態にしてクソ、こうね、
アト。エンプティーイズプル。あ、しまった。ポーカー。引っ張れないよな。遠隔でウィーンが引っ張れないかなと思ったけど、こうしてこれを外せるからあれかなと思ったけど、あ、そっか、ここか。ここに一個下作っとくんだ。さあ戻していけそうな気がしなくもない。アイスイズプルにして、あーっと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 、はい、テキストイズプルは、まあ、とりあえず置いといて、ちょっとやりづらい。こう、よし、こうだね。これでおそらく動かせるんじゃないかな。引っ張ってこられるっていうのは正しいのかな。でアイスイズプルを一旦外して、こうで、テキストイズプルで、エンプティーイズプル、あっとで、あ、ちょっと待って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 、 UFO の場所、ほっ、あー違う、こうで、あー引っ張れる、なるほど、こういうこと。よし、もっと意外こう近づきすぎた。でエンプティーを外して、で、あとはテキストイズプルを適用させて、やったー、クリアできる。テキストイズウィン。あれ、ちょっと待って、テキストしたから、そっかそっか。アイスイズウィンかエンプティーイズウィンでいいんだ。よっ。あれ、お、お、あ、エンプティーイズウィンにしても、どこに行ってもクリアってわけではないのか。へぇ。なんか意外、すっごいあの眩しいけど、アイスイズウィン、テレレンと、よかった。いやー大変だった。うん、最初はアイスで UFO をちょっと生まれ変わらせてジグザグに行くのかなとか、そんなこと考えたけど、なるほどね、空間を引っ張る的な、そういうことか。うん、なるほど。さあ次は天空の城塞。